するひなげしごきげんよう、待て姫シェリです。ライブとかがありまして、ちょっと声がお聞き苦しいかもしれませんが、ちょっとご了承ください。本日はこちら、毎月の待て姫の楽しみ、コスメ定期便ブルームボックスの4月号が今月も届いたので、こちらを開封していこうと思います。4月号のテーマがですね、ブリリアントモーニングということで、化粧のりを助けてくれる、メイクで迷わなくしてくれると書いてあるんで、化粧水とかそういう朝のお手入れの時使うのがある入ってるのかなと期待しております。4月のラインナップはこんな感じでした。ちょっと一つずつ見ていきましょう。一つ目こちら、 CB アニメーターリキッドアイライナー、あ、アイライナーですね。初めてアイライナー入ってました。開けるとこんな感じで、筆のタイプのリキッドアイライナーですね。描いてみるとこんな感じで、最初黒かなって思ったんですけど、ボルドー系の赤っぽい感じのアイライナーですね。2つ目こちら、アリュージェの保湿美容液ですね。これ裏にそのものの価格が書いてあるんですけど、これ1個だけで3200円って書いてあります。ブルームボックスが1月1900円ちょっとなんで、もうこれ1本だけで元が取れちゃってる計算になりますね。開けるとこういうチューブのやつですね。まあ美容液なので、普段のねケアとかに取り入れたいと思います。3つ目こちら、ブリーフ一人水クレンジング、コットンで落とす系のクレンジングですね。マテ姫は結構メイクをしっかりするから、クレンジングはあのオイルとかの結構しっかり落ちる系でやんないとあんまり満足できないんですけど、これどうなんだろうね。水クレンジングは結構マツエクしてる人にはすごくいいらしいですね。でも 4-in-1 って書いてあって、メイク落とし、洗顔、角質ケア、化粧水って全部に使えるみたいなので重宝しそうですね。ここからがサンプルサイズになっていきます。4つ目こちら、グロスタイルふわりえストレートグロスメイクオイル、アイロン用のオイルで、アイロンする前にオイルで髪になじませといて使うみたいな感じですね。アイロンとか使うと熱とかで髪の毛やっぱり傷んできちゃうんで、それを保護してくれるっていうものだと思いますね。普段マテ姫アイロンはあんま使わないけど、ライブとかでしっかり髪の毛やってもらうときはアイロン結構使うので、その時に使わせてもらうのもいいかもしれないですね。最後5つ目こちら、ラボラボの SKA ウォッシング洗顔料だ、スーパー毛穴ウォッシングって書いてあるんで、すっきり毛穴を洗い上げてくれるのかなって感じですね。というわけで今回は現品サイズがの保湿美容液と水クレンジング、そしてアイライナーですね。でサンプルサイズがこの2つ、オイルと洗顔という感じになりました。結構先月がまあ良かったんだけど微妙な感じのラインナップだったんで、今回どうかなって思ったんですけど、今回はねちょっとアイライナーとか入ってたりとか、そう1個で元取れちゃうようなね美容液が入ってたりとかで、はい、結構マテ姫的にはここ最近で結構満足なラインナップになりました。というわけで本日はブルームボックス4月号の内容を紹介しました。動画見ていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さらばじゃ。動画見ていただきありがとうございました。概要欄の方に2000円中毎月ワンマンの、詳細のホームページを載せておりますので、皆さんぜひぜひ予約よろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンもぜひ押してください。というわけでバイバイ。